RBC 紙芝居劇場皆さんこんにちは RBC アナウンサーの沖野綾です我慢の日々が続いていますねこの紙芝居が皆さんのおうち時間のちょっとした楽しみになれば嬉しいですそれではスズメとカワセミ始まり始まりスズメとカワセミ昔々クラーとカーラカンジャーの兄弟が 母と竹やぶの中でひっそりと暮らしていました家族はとても貧しく貧乏でした兄弟は大きくなったので町へ行って働くことになりました兄弟は言いました「お母さん町でうんと働いて稼いできますから待っていてくださいね」。母親は、 そうかい体に気をつけて頑張るんだよそう言って二人を見送りました兄弟は庄屋の高倉の番をする仕事に就くことができました倉は毎日毎日高倉の周りを飛び回り「ああ忙しい忙しい大事なご主人様の高倉を守るんだ」。 チュンチュンチュンクラーは一生懸命に働きましたカーラ・カンジャーは「うー、今日も暑い暑い」と言って仕事を怠けてばかりいました一生懸命働いていたクラーは母親にお金を送っていました。 そのため着物も変えずに継ぎはぎだらけの着物を着けていましたカーラ患者・カンジャーは毎日新しい着物を買っていたのでお金を送ることはできませんでしたそんなある日のこと母親が重い病気になったという知らせがありましたそこでクラーは大急ぎで帰り 母親の看病をしました。クラーは一生懸命看病しましたが、母親の病気は日に日に悪くなるばかりでした。クラはとても心配でなりませんでした。カーラ患者は家に帰るために、 着物を買いに行くとこれはどうかしらあれはどうかしらとおしゃれするのに夢中になり帰るのが遅くなってしまいましたある日のことです母親は枕元に兄弟を呼んで言いましたクラよ毎日看病してくれてありがとう お前は大変親孝行をしてくれたので人間の家の軒下に住んで蔵からこぼれ落ちた米を拾って食べるんだよ。そうすればひもじい思いはしないよ。カーラ・カンジャーには「お前はいつも聞かざるのに夢中になって働こうともしない」だからこれからあとは自分で川から魚をとって食べるんだよ。 と言い残しましたですから今でもクラーは人間の軒下に住み雨にも濡れないで幸せに暮らしているそうですまたカーラカンジャーは姿形はとっても綺麗ですがどんなに寒い冬の日でも 餌を探して冷え切った川を飛び回っているとのことです。おしまい